今日の県内は上空に寒気が流れ込んだ影響で大気の状態が不安定になっています。積雪は午前11時現在で白山市河内で5センチとなっています。金沢市では昨日初雪が観測されましたが、今日は市営の硫黄泉スキー場にも雪が積もっていました。順調に雪が積もれば今月23日にオープンする予定です。この後も大気の不安定な状態は続き、今日明日と予想される波の高さは加賀野とともに4メートルとなっています。また明日朝までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで加賀野とともに40ミリです。金沢地方気象台は明日にかけて高波や強風などに注意するよう呼びかけています。